皆さんこんにちは、瀬尾です。瀬尾純のレッツ話をお送りします。1999シーズンの13回目になります。13ですね。あんまりいい数字じゃないですけど、しかもこれアップするの金曜日ですよね。まあそんなことはともかく、あの小野伸二選手のフリーキック一発で鹿島アントラーズに勝利しました。浦和レッズ史上初めて鹿島に対して完封勝ちを収めたのが第13節だったんですね。で、雨模様の国立だったんですけど、4万6000人、まあ、そのホームゲームですから大半はレッズサポートだったわけで、7試合ぶりの勝利ですから、まあ、そこはやっぱり、胸をなで下ろしたというか、歓喜もありますけどほっとしたという人も多かったんじゃないかと思います。で、次の節、第14節は、ホームの駒場でアビスパ福岡戦です。福岡当時13位で、まあ、あの11位のレッズとも変わらないんですけど、しかも勝ち点も2点差です。だから、まあ、その順位での勝ち点2差っていうとサバイバルゲームみたいな様相ですよね。で、レッズは福田正浩選手、ゼリコ・ペトロビッチ選手が怪我から復帰してきました。それから出場停止だった、その前の鹿島戦で出場停止だったザッペルナ選手、ディフェンダーのザッペルナ選手も復帰しました。だから、まあ、鹿島に完封勝ちして次は選手も戻ってきていい流れですよね。試合はレッズが先制しました。でも36分にザッペラ選手が今度は警告2回で退場になってしまうんですよ。で、その前半のうちにすぐ同点にされて折り返しました。で、後半10人ですから本当に踏ん張ったんですけども、28分に勝ち越されます。しかし PK を、福田選手が決めて同点、延長になるんですね。でも、まあ、延長後半の5分力尽きて V ゴールを決められてしまいました。あの、よく踏ん張ったと思いますよ。あのホームだしね、10人になった時ってやっぱり頑張る部分あるじゃないですか。で、それで同点でこらえていた時間って長かったわけですよ。最低でも勝ち点1取りたいという気持ち、それはもう十分伝わってきたんです。ただ次、第15節、これはあのファーストステージの最終節になります。アウェーの名古屋グランパス戦ですけど、その気持ちがね、切れちゃったのが何なのかなと言いたくなるものでした。日付は5月29日、名古屋市みずほ陸上競技場での試合でした。午後3時キックオフ。あの当時名古屋は、9位だったんです。まあ、そんなに良くない、注意より注意したですよね。だからレッズよりはもちろん上だったんですけど、成績も6勝1分け7敗ですから負け越して、しかもこの年、まあ、ホームゲームがここまで2勝1分け4敗と、なんかホームでね、分が悪かったんですよね。だからレッズ、まあ、ここで勝って順位っていうよりも勝ち点を積んでセカンドステージの戦いを少しでも楽にしておきたかったんだから、本当にね、死に物狂いで戦わなくちゃいけなかったんですよ。ところが、これがまあファーストステージ最終っていう、ことなで、仕切り直しみたいな気持ちがあったんですかね。勝利に向けて必死になるっていう気持ちが少なくとも僕には伝わってこなかった。前半16分と21分に、続けて失点してしまいます。で、終了間際に福田選手が PK を決めて1対2で折り返すんですね。だから、まあ、追いつくチャンスもあれば、さらに勝つチャンスもまだある後半だったわけですよ。ところが後半始まって1分もしないうちに、3点目を失ってしまいます。まあ、1対2でさあ反撃だっていう出鼻をくじかれたのは間違いないですけど、ただまだ2点差です。時間十分ありますよね。最低でも追いつける可能性あったと思うんですけど、12分、16分、21分、35分、37分と、最初に言った後半直後の1点を加えて後半だけでも6失点するんです。退場者出たわけじゃないんですよ。1対8っていうスコアって、まあありえないんですよね。まあありえないって本当はこういう言い方に使うんじゃないと思うんですけど、あってはいけないですよね。あの、僕写真撮ってたんですよ、当時試合の、まあ、言っていいのかどうか分かんないですけど、腹立ってきました。失点の多さもね、やっぱりだんだんストレスになるし、まあ、腹も立ってくるんですけど、それよりも途中からレッズの選手が
なんか無責任なプレーが多くなってきたような気がしていたんです。その、まあ、そういう無責任という表現で合ってるのかどうかわからないんですけど、例えば自分の 手の届くというか、手は使っちゃいけない、足の届く範囲ぐらいのボールにしか反応しないような、そんなプレーが、ね、多くなってきたんですよ。だから名古屋のパスがね、自分の近くをこう通ってもカットに行こうと取りに行こうとはすらしないっていう時がね、まあ、全部じゃないかもしれないけどあったんです。頑張っても追いつけない、届かないだろうから追わないっていうのは、試合でいうと点差開いちゃってるからもう頑張っても追いつけないよと、な、試合も投げてるのと同じじゃないです か。確かにファーストステージはこれで終わります。だけどシーズンの終わりとは違うんです。ステージ優勝争いなら、まあ、ステージ優勝、これは仕切り直しですよ。ファーストステージの優勝が決まったらセカンドステージはまたどのチームもゼロからスタートですから。だけど残留争いに関してはファーストステージの勝敗と得失点差が年間の順位に反映される、まあ、このメンバー、この日のメンバーで、三菱時代の J2 というか2部降格を味わっていたのは広瀬修選手だけなんですね。だからかもしれないんですけど、残留争いの危機感っていうのは当時全く感じられなかったんです、まあ、全く感じなかったのは僕だけなのかもしれないですけど、このシーズンのもう結論言っちゃいますけど、レッズはファーストステージ13位、セカンドステージ14位で終わります。で、降格するのは15位と16位の下2チームなんですよ。なんでレッズ13位と14位なのに落ちたのか。それはさっきも言いました。年間優勝はファーストステージ優勝とセカンドステージ優勝のチームがチャンピオンシップでプレーオフやって、それで決まりますけど、残留争い、あ、というか降格チームはファーストステージとセカンドステージの勝ち点得失点差の合計で決まるんです。まあファースト最下位、セカンド最下位同士でプレーオフやればいいじゃないかとかいう話もねあったかもしれないですけど、ちょっとそこがね年間優勝を決めるのと違うんです。年間優勝は優勝同士の戦い、総合勝ち点ではないけど、ただ降格は総合の勝ち点で決まる、そういうことなんですよね。例えばこの年ファーストステージで15位は市原だったんです。で、市原はこの順位に危機感燃やしてセカンドステージ奮起して11位になるんです。セカンドステージで、ファーストステージこのレッズが1対8で負けた最終節でも優勝を決めていた岩田に勝ってるんですよ。だから年間成績で市原は降格しなかった。同じくファーストステージでレッズより下の14位だった京都、このファーストステージ最終節0対2で福岡に負けてるんですけど、記録を見るとシュート数は19対19で京都が倍ぐらいあってるんです。コーナーキックの数も8対2で京都が上でした。ってことはこの記録からでもその京都が最終節どんなに必死で戦ったか見えてくるじゃないですか。で、京都はセカンドステージ9位にまで順位上げて、あの年間終盤の前にね、残留決めてるんですよ。まあ、京都って J リーグに昇格してから3年間ずっと下位低迷していました。で、この年降格制度ができたからこれじゃいけないっていう、まずいという意識が強かったのかもしれないですね。結局最終的な、また最終的なこと言っちゃいますけど、残留争いの最終的な結果は年間13位が市原、14位が福岡、15位のレッズ、勝ち点で28で並んでたんですよ。で、得失点差で福岡を1下回ってレッズが落ちます。だから極端な話、このファーストステージ最終節の、名古屋戦、1対8じゃなくて1対6ぐらいにね、失点6で止めておけば降格しなかったことになるっていうことになりますよね。もしこの試合がセカンドステージの最終節だって負けても、例えば5点差以内の負けだったら降格しないよっていうことだったら、絶対こんな1対8なんてスコアにはなってないでしょ。まあ、5月29日の時点でそんな想像を働かせろっていうのは、それはちょっと濃くなるかもしれないですけど、リーグ戦っていうのはそういうもんじゃないですか。で、セカンドステージになって危機感が生まれた時は、その危機感がプレッシャーになってくるんですよ。だから力を 100% 発揮できないっていう状態になるかもしれないわけですよ。だから早め早めにやっぱりその頑張るところで頑張らなきゃいけなかった。まあ偉そうなこと言いましたけど、私も実はあの5月の時点からそんなここまで考えていたわけじゃなくて、
このシーズン終わってからこれ分かったことなんです。ただ、まあ、プロのクラブとしては分かってなくちゃいけなかったんじゃないかなと。ただ本当にこの名古屋戦での選手のある意味諦めの良さみたいなものには当時腹が立ったっていうのは間違い、その時考えたことですし、名古屋まで応援に行ったサポーターに見せていい試合ではなかったなと、もう今でも悪夢のようにたまに思い出す試合でした。ここでお知らせです。3月1日から、ブログのノートを使って、こういうのをやってます。毎日、この日、この30年間でレッズにどんなことがあったかっていうのを、私が毎日書いてるんですけど、皆さんにも自分の思い出を書き綴ってもらって、1年間続けていこうというある意味壮大なプロジェクトです。とりあえずまずノートで西洋順を検索してみてください。